こんにちは、バブバイクストア須田木です。今日ご紹介するのはインダストリー9の、ショートステムです。はい、この短い長さのショートステムっていうのをいろいろと探してたんですけれども、僕たちの中でいろいろと今まで使っていたポールコンポーネントのものだったりとか、それ以外のところだと、実はこの 31.8 っていうバークランプ系のものでショートステム探そうとすると意外とないんですよね。で、アメリカで、作られていて削り出しが切削が美しいブランド、かつ 31.8 で、いろんな、バイクに合わせるっていうことで、マウンテンバイク特にエレクトリッククイーンのカスタムパーツとして、入れてみました。で、お色がですね、今回入れた色味がこの5色をちょっとセレクトしてみました。今年、なんかこういろいろとバイクを組ませていただいている中でトレンドのカラーリングになりやすいなっていう風な部分で考えると、ネイビーではなくて少しこう明るいブルーだったり、これもグリーンアップルなんですけれども、こういうのもやっぱりかなり人気が高いかなと思っています。で、不動の人気、僕もキャップかぶってるんですけども、こういうマウンテンバイクの、レジェンダリーカラーみたいなパープル、あと近年ちょっとこう合わせやすいなと思ってるのはゴールド、すごく合わせやすいんですよね。こういうゴールドとかは、いいかなと思っています。あとはもう不動の人気ナンバーワン、ブラックですね。この辺りのショートステムはすごく人気があるので皆様にお勧めしたいなと思っています。ステムってやっぱりすごく長いハンドルつけますよね。コラムからできるだけ近い状態で、かつショートにするってことはこうクイックさを求めるものなんですよね。なので、あと硬さっていうのが非常に大切な部分だと思っています。なので、インダストリー9を、今回入れてみたんですけれども、なんでインダストリー9なのかっていうところで考えた時に、もうかれこれ 5,6 年ずっと、インダストリー9カスタムで使い続けていました。で、自分の組んでた昔感知ブレーキのマートマンだったりは、インダストリー9のハブで組んだりとか、してたんですよね。音が良くてこうあんまりみんなが使ってなかったりして、そういう部分が結構魅力かなって思ってたんですけれども、最近はなんかこう、もともとがこうマウンテンバイクを得意としているブランドだったんですよ。で、比較的そのマウンテンバイクこそそのローカルのイメージっていうのが色濃く出るかなと思っていて、こういうインダストリー9ってこう北米の中でも、西側じゃなくて東側なんですよね。で、ノースカロライナのアシュベルっていうところで作られているんですけれども、僕たちがよく行く北カリフォルニアとは全然ちょっと様相が違っていて、また独特なローカルがあるところなんですけれども、マウンテンバイクが、やっぱり盛んな部分だったりとか、こういう色味であったりとかももちろんそうなんですけれども、近年では、これも僕たちがよく使っているブランドでエンビーっていうブランドがありまして、そのエンビーの缶組を作っている中で、缶組で比較的価格帯の
安い、ハブでしっかりしたホイールセットで販売するときによくこのインダストリー9の、ブランドの、101っていう、ハブを使ったりとか、結構しっかりした会社だっていう風な、ところでもう一度こう見直してみて、この辺りを、おすすめしてみようかなと思って、映ってないな、はい、見ようかなと思って今回ご紹介しております。実はですね、インダストリー9は、北米の中でこう、西側だと、クリス・キングだったりとか、クリス・キングがある場所はあのポートランド、オレゴンのポートランドなので、カリフォルニアのさらに上なんですけれども、あとフィルウッドだったりポールコンポーネントだったり、ホワイトインダストリーだったり、僕たちがよく使うブランドはみんな西側にあるんですよね。でも、ポールさんが、そんな西側にあるポールさんがフリーボディを最初、自分たちでロードハブみたいなものを今から5年ぐらい前かな作ってたんですよ。今なくなってしまいましたけれども、でその時に使ってた、フリーボディはインダストリー9のフリーボディを使っていました。すごく音が良くて、当時結構人気でよく売れていました。もうなくなっちゃったよね、なくなってしまいました、はい。そうフリーボディというか、まあ、ここにあるんですけどね、こういう音がします。音聞こえるかな、ハイドラっていう凶悪な音しますね、ウィキッドな。これこれから組みますので、ちょっと後でまた音は聞いていただけると思います。今日ご紹介するのはこのカスタムパーツとしてご紹介する、31.8mm バークランプ系、コラムは1と8分の1系の、30mm 突き出しの、ステムです。いろいろとお色に合わせてお選びいただけるように5色ご用意しましたので、ぜひ下のウェブサイトから詳細をご覧になってください。先ほど、ブルーなんですけれども、実際に、サンプルでつけてみました。で写真撮ってありますので、そちらをご覧ください。でノーマルからどういうふうに変わってるのかっていうのもよく見ていただけると思いますので、そちらをご覧ください。いかがだったでしょうか。そうですよね、やっぱり色味がパッと明るい色が入るととってもカスタムしてるなっていう雰囲気出ると思います。特にこういう、アルマイトが得意な会社なんですよね、インダストリー9っていうのは。本当にそうですね、西と東で言ったらもう東ではかなりこう信頼されたしっかりしたブランドの、まあ、マウンテンバイクが主体ですけれども、最近は、ディスクロードだったりとか、ロードバイク用のハブなんかも出してたりとかっていう風なところで、とっても、信頼性の高い、パーツになっております。で価格が 1万6000円に消費税です。比較的買いやすい値段じゃないかなと思っています。ポールさんが作ってるボックスカーステムっていくらでしたっけ。ブラックシルバーだと10万7800円です。ポリッシュは2万1300円。ポリッシュ2万1000円。なかなかな価格してますよね。はい、それに比べれば、お色がこれだけしっかりあって、ストリートなお色になりますけれども、1万6000円に消費税っていうのは比較的
お安い値段になってくるんじゃないかなと思います。まあ安くはないですけど、カスタムパーツとしてぜひご検討いただければと思っております。アバブバイクビジョンズでは、スタイルのある、自転車のご紹介であったりとか、ハウトゥー、こういうふうな新しいニュープロダクトのご紹介をしております。ぜひ面白かったよっていう方はグッドボタンと、チャンネル登録の方をご活用ください。今日はインダストリー9の、ショートステム、31.8の 30mm のショートステムをご紹介いたしました。